うどん屋さんが続々と集結してきます。そしてこれは写真ではなく動画です。まだ出た、ずるずる、おいしい、めっちゃうまい、はい、おいしいよね、これがこれがありがとうございます。ね、動画だからね、あ、大島さんもね、来てくれて、ありがとうございます、ありがとうございます、小島だよ、ね、小島だよ、こっち、おー、おいしそう、ね、いや、これ美味しいっすよ。これ、胡椒かけるのありなんですね。ありだよ。お、胡椒かければよかった、俺も。あ、時短ね。ね、あ、時短なんだ。うまい胡椒が。うまい胡椒ありますよ。うん。いい。生トルネード見せたものが。生トルネード。配信 NG だ。配信 NG だ。企業秘密だ。もうちょっと優越感を味わいたい。おプロのトルネード。やっぱ違うな。すごい。うどん、横倉うどん、吉屋の、3店舗の皆さんとトークイベントを開催します。塩サイロックのテーマ、地元香川県をもっと面白くというテーマで、地元のバンドが、主催して、で、まあ、実際自分らも出演して、やっていくという音楽イベントなんですけれども、今日この3人に何で来ていただいたかっていうと、もう僕がうどん好きなんですけれども、そのうどん好きからして、その SNS とかいろんなところでこの3つのうどん屋さんが一番発信しているうどん屋さんだなと思ったんですよ。時間割いてまであのやれるほどの熱量ちょっとぶっちゃけするじゃないですか。で、香川県のうどん屋ってやっぱそのこれ言い方悪いんですけど、なんでこんな安いんって言われてたんですよ。あ、そうですね、昔のすごくいいです、はい、正直言います、あなたにとってうどんとは、そして音楽とは、三好うどんさんからお願いします。うどんとは、音楽とは、みんな手が立った時手を挙げてもらうよな、じゃーん、タンタンタン、横倉うどんに三好うどん、三好うどんに清水屋さん、横倉うどんに清水屋さん、横倉三好、清水、三好、三好に清水に三好、清水、横倉清水に三好うどん、じゃん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 、じゃん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 、塩サイロックさぬきうどん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 、うどん、さあ
横倉さん、うどんまん、清水屋さん、金熊餅つき異例11号線さん、じゃあ一言ずつですね、一発ギャグしてもらおうと思いますいつかの愛、いつかの街、いつかの味、いつかの恥、いつの間にこんな大事になっただけ。誰かにとっては家族だったり、バンドだったり、うどんだったり、人だったり、物だったり、形は違えど、何かは同じ、それが心の形。さんざんけなされて、嘆いてる僕らは意気地なし、肝心なところがいつも反対に進む。だけど忘れないで、どこにでもあるようなぬくもりに、僕らは生かされている優しさで。一回し、あ、もうちょっと言ってもいいかも、その醤油結構ね、何ぼでも言ってる。失礼します。もうさせん、はい、どうぞ。人数ばかりも明日は生きる日やったんでしょ。バンドをやってる友達2というかです。本当に辛い時、どんな音楽を聴きますかって辛そうな友に問われ、まあニルバーナのライブ版かなって投げやりな演奏が笑えるよって答えてすぐに首をひねった。あれ僕本当にこれ聞いてたかなって。本当に辛い時、僕は部屋で一人壁に向かって自分の歌を歌っていたなってわかった。朝から晩まで小麦粉まみれで、絶対踏んだり打ったり切ったりギリギリ巻いたり、だから時々は叫びたくなるんだ。ギターが気なくてメロディー気なくて太鼓打ちなくて、ものすごく楽屋は暗いですけど、だいぶね、いい感じで盛り上がってきましたんで、最後ね、ビバスダントで締めたいと思います。感謝してます。ありがとうございます。
来年ちょっとどうなるか分かんないけどさ、またやりましょう、これぜひ。はい、お疲れ様でした。最高ですね。うどん音楽祭、大成功でした、ね。これは。これ僕しか食べれないよ。もうないから。これがモードのさとしくんがね、炙ってくれた。もしゃもしゃしながら喋ってる。今もうみんなが必死に片付けしてるところで、もしゃもしゃ。もしゃ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 食べて、ほんま。一人で片付け。今から、この人、うどん食べてるだけじゃないって分かったけど。ギター弾いて、ギター歌ってた。うどん屋さんのね、ファンも結構来てくださったし、音楽ファンも来てくれて、ちょっと半々ぐらいの割合でね。どうだったんですかね。ね、はい、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。うん、やっぱね、テリトリー2つあるって大きいじゃない。あ、まあそうかもしれないですね。うん、それもまあ狙いなんですけど。だから次はなんかもっと違う業界してみたいで、スポーツファン。例えばサッカーファンとか。あ、でもファイブアローズのね、そうそう、バスケ好きなんで、うん、そんなんとかやってみたいですよね。そうそう、なんかそれは本当新しいお客さんを呼べる。ちょっと真面目な話だな、思んないよ。やめよう。じゃあここら辺で。ではね、今日は潮騒ロック、はい、うどん音楽祭ということで、ね、はい、お届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さよなら。